Gonna do this one, then. Then there's another break. I know we're gonna be taking a soul to someone special. ただいま犠牲を払いながらも、播磨を平定した信長だったが、光秀との間に溝が生まれ、光希も姿を消してしまう。近しい者が離れ、家中で孤高の存在となるも、信長はその歩みを止めることなく、藩と拡大を推し進める。その最中、東国の抑えとなっていた徳川家で謀反騒動が勃発。What? 瀬名が責任を負って命を落とした。わあ。立ち直った家康は謀反騒動にも関わった武田家との因縁に決着をつけるべく、信長に協力を要請。信長は新たに従者に加えた弥助と共に自ら大軍を率いて出陣した。Yeah, here's Yasuke. 信長編第6章初行高天神城の戦い。 Battle at Hakata Takatenjin Castle。家康、信康のことすまなかったな。いえ、策にかけられたとはいえ、信康が武田に通じたことは事実、やむを得ぬ処断でした。瀬名までも連座させることになろうとは、これでまた俺の業が一つ増えたな。そのような。信長様、皆さんご着陣されました。おお。で、あるか。兄上、この者は従者の弥助だ。宣教師のもとにいたので俺が召し抱えたのだ。いい面構えだろう。ええ、なんとも頼もしげな。弥助殿、私は徳川家康と存じています。以後、お見知りおきください。ほほう。粉骨を再審します。弥助、俺と来い。Of course I'm bringing Yasuke in this.攻めの総仕上げ、ようやく兄上の天下も見えてきましたね。気の早いことを申す。今は武田を滅することのみを考えよう。はっ。これより高天神城の岡部元信を攻める。岡部の危機を知れば勝つよりも増援を送ってこよう。敵増援が来着する前に城を落とす。兵は神速を立っ飛ぶだ。良いな。はっ。とはいえ、岡部殿は難敵、心してかからなくては。うむ。岡部は今川より家康を奪ったあの戦以来、俺の敵であり続けた因縁の相手。手を抜くつもりはない。かつての凶暴も
もはや恐れるに足らず。お前ら、高天神城に向け進軍せよ。多勢に無勢。これでは戦にならぬ。のろしを上げよ。急ぎ救援を呼ぶのだ。あら、どうです。救援を求めるのろし。お味方の到着まで我らは時を稼がねば。ごめんなさい。こちらの本陣を脅かそうという時が惜しい。迅速に迎え撃て。かの砦守りがおろそかになっているようだ。今のうちに落としてしまえ。我らの進軍を妨げる者あらばことごとく切り捨てよ。本陣を守るのは信忠様ですか。皆で支えてあげなくてはいけません。急げ。敵の弓兵を排除できたようだな。これで高天神城へと進むことができよう。この戦、勝頼からの援軍が現れる前に肩をつけねばな。勝頼が味方を見捨てたとなれば武田の名も地に落ちることになろう。敵に情けはかけぬ。意地は見せたわ。もうよかろう。負ける気しませんね。信忠様はご無事ですね。私も一人の将として務めを果たさなくては。討ち死に。まず采配を振るう将を撃て。敵を混乱させるのだ。心得ました。心得。一人で何ができるというのだ。生かせん。三人も止められぬと知れ。出ます。打ち死に。お見事にござった。敵の手がもうここまで。勝頼様のためここは何としても耐えねば。行くぞ。織田徳川勢を叩くのだ。無駄なあがき。敵が砦に群がる前に急ぎ迎え撃て。心得。指揮する将を失っては足並みが揃わぬ。諦めろ。砦を制したようだな。Let's see his moves now, boy. When did you come? The other.おっと、倒します。敵将、討ち取りました。これは見事なお手並み。その程度の策を、かゆくもないよ。逃がさん。なれ、勝頼様からの援軍さえ来れば、ここは一旦城に引き上げるほかあるまい。諦めろ。逃した。高天神城を激しく攻め立てよ。敵増援が来る前に落とすのだ。
皆の者、岡部が体勢を整えるまで時を稼げ。援軍の来着までここが正念場ぞ。開門。めだ。ジョスケ。で、あるか。時を稼ごうとて、そうはさせん。出てきた敵を早々に打ち払え。織田徳川の本陣を落とすのだ。一瞬。奇襲か。地の利が敵にあることは承知していたが、皆応戦せよ。任せておけ。心得ました。諦めろ。敵に情けはかけぬ。耐えきれん。聞かせてもらう。なんと見事な。何人も止められぬと知る。敵に情けはかけぬ。聞かせていただこう。ごめんなさい。聞けませんね。ヤスケ、怒りました。よしよしよし。負ける気しませんね。力及ばずか。心得ました。お前の腕も相当なもんだな。ヤスケ。で、ある。何人も止められぬと知る。織田の勢い止まらぬか。うぃし。開門。これ以上敵を勢いづかせてはならぬ。騎馬隊はどうした。早く出せ。敵に焦りが見える。騎馬隊ごとさっさと潰して城攻めを急ぐ。敵の援軍は未だ現れる気配なしか。武田の調略、ここまでとはな。起死回生の好機。織田信忠を討ち取れ。本陣が危ないです。信忠様を守らなくては。助けられたばかりでは不甲斐ない。私もより一層励まねば。武田の方ですな。天下への道筋がつく。だが俺がそれを仕留めたと、乱世は滅ぶ前。十兵衛ならばもう気づいているやもしれん。乱世を壊し尽くすため何をなすべきか。邪魔な敵は退けたぞ。一息に高天神城を落としてしまえ。開門。いけませんね。もはや誰も当てにはできぬ。己が武を持って迎え撃つのみ。イメス城を枕に討ち死にしてこそモノノフの本懐。皆最後まで力を尽くして戦い抜くのだ。ごめんなさい。やすけ、怒りました。戦う意志が
衰えていません。敵ながら残すは岡部元信のみ。総力を持って奴を討ち取れ。開門。あなたって素晴らしい侍です。ここで命を落とすことは惜しいです。お主も良き侍と思う。侍同士主がため正々堂々蹴り合おうぞ。岡部とも長い付き合い、俺の全力をで持って相手をしてやろう。勝頼様より九死が。援軍は出せぬ、軍を祈るとのこと。そうか、勝頼様とで苦渋の決断であろう、ならば拙者は武田のため命を投げ打つのみ。城に火を放て。敵を道連れに怪人と化してくれる。He's gonna go out in flames with it. この戦で多くの者たちを死なせてしもうた。攻めは拙者にある。お詫びの言葉もないわ。自ら火を放つとは、さすがは岡部だろ。壮絶な戦ぶりよ。ごめんなさい。ついに勝頼の援軍が現れない。これで武田の名も地に落ちた。この上は差し違えてでも信長を討つ。吉本様の足元にも及ばなかったうつけが武田家を脅かすほどの男になるとはな。うつけか。俺をそう呼ぶ者はもはや天下に貴様くらいかもしれぬな。主家に忠を尽くすその姿勢、まさにモノノフの鏡と言えましょう。そこまで言われてはモノノフにふさわしい最後を遂げたいものだ。家康、拙者を撃てるか。そのためにここまで来たのです。ご覚悟。岡部殿。 Die with a warrior。 ここでやったが100年目よ。吉本様の仇討ち取ってくれん。古びた仇討ちにまだこだわるか。前を向けぬ者に用はない。ここで果てよ。打てるがいい。モノノフとして生き、モノノフとして死ぬ。情けはかく悔いなどあろうはずもないわ。Pass on. From now on. 元延べ岡部。結局勝頼の援軍は現れませんでしたね。武田にはもう味方を救う余力すらないのでは。勝頼は我が身可愛さに味方を見捨てた。そう吹聴しておけ。これで家臣や領民の心は勝頼から離れ、武田は自滅の道を転げ落ちることになろう。In one more ways than one。岡部との戦、少し昔を思い出した。昔でございますか。あの男、元は今川義元という者の家臣でな。当時今川家は天下随一の強大な勢力を誇っていた。I mean, not wrong, but 桶狭間で今川に勝利した。その時吉本の愛党左文字と共に天下への志を吉本から継いだのだ。左文字にはそのような由来があったのですね。うん、左文字が俺の手にある限り天下一心の志が折れることはない。うん。安家、お前が相手だとどうも無駄話が過ぎる。次は甲州討伐だ。お前の働きにも期待しているぞ。はっ。
Mm-hmm.